シャルル・ジャックは、フランスの画家、版画家である、バルビゾン派の画家の一人とされる。家畜を題材にした絵や、農民の姿を描いたことで知られる。パリに生まれた。17歳で、地図出版社で、製版技術を学び始めるが、すぐに陸軍に徴兵され、ベルギー独立革命のアイダントウェルペンに駐留した。百三十五年に軍務を終え、独学で画家になり、風景画や、 農民の生活を描き始めた。1836年から1838年までロンドンで働き、出版物の挿絵版画を制作する仕事をした。1849年にパリでこれらの流行のため、ジャン・フランソワ・ミレーと共にバルビゾン村に移住し、ミレーテオドール・ルソーと交流した。家畜を題材にした絵で知られる。 版画の分野で17世紀のフランドルの版画家、アドリアン・ファン、オスターでの作品に影響を受けて、フェリックス・ブラックモンやフェリックス・ビューオといった版画家と共に、版画技術の最高を成し遂げた。二人の息子、エミール・ジャック、フレデリック・ジャックも画家、イラストレーターとなった。孫のマルセル・ジャックも画家となり、バルビゾンのテオドール・ルソー美術館の館長を務めた。ありがとうございます。